声も、うん、なんかこうやって地元でね金メダルを取った姿を見るとなんかこの日のためにあの4年前があったのかなと思うぐらいね。しかもその因縁のドイツを破っての悲願の金メダルでしたね、うん、さあそれでは白馬の松岡さん。はい、もう父親たちもう本当にインタビュー聞いてましてね、はい、本当原田さんの怖さそういうのも本当によく分かりました。で多分ねこれから僕らも皆さんもこの同じような苦しさとか嫌な時あると思うんですよ。そしたらこの状況原田さんのねこのチャンプを思い出して僕らもやっぱり頑張っていきましょうよ。そうですね、本当にありがとう、うん、原田さん、はい、松岡さん寒い中ご苦労様でした。ありがとうございました。という通算100個目のメダル、歴史的な一瞬をお届けいたしました。で船木選手は1人で1大会です3つのメダルってこれ史上初のことですね。先ほど見たんですけどちょうど、雪が激しくなっています。横殴りの雪、すでに金銀銅のメダルを取った日本ジャンプ陣、世界トップクラスの実力をオリンピックのこの大舞台で証明してきました。長野オリンピック準ジャンプ最後の種目団体戦 K120、 解説はレイプラシッドオリンピック 70m 級の銀メダリスト八木弘一さんです。ワールドカップ国別対抗戦で断然トップを行く日本が初めての団体戦制覇に挑みます。ノルウェーはベテランのブレーデセンを外して若手中心の4人できました。風をもらうと怖いと小野ヘッドコーチは昨日の会見で言っていました。その風、いい風です。K 点付近も向かってきている。スピードはちょっと出ないが、スーッと、しかしもう一つ伸びません。109m、まあ、風が来るとノルウェーはですね、はい、昨日の公式練習でもかなり距離を伸ばしてましたけどね。そうですね、やはり力はあるチームですからね。ただですね、先ほどトップバッターが出て91キロ台、もうすでに89キロ台まで落ちてますから、はい、ちょっと心配ですね。なるほど、それだけ雪が入ってきました。スプレッツェンベルガース、オーストリアは90.1キロ台で出ていったシュバルテンベルガーも距離を伸ばすことができません。101メーター50、ラージヒル7位に入りましたシュバルテンベルガー。1人目のグループ、残りあと3人になりました。フィンランドのニッコラ、ここ一番ではベテランらしく力を発揮してくる選手。さあ高いジャンプですが距離はあまり伸びません。105メーターラインの手前だったか。103メーター50、ポイント 85.8 でフィンランドこの時点では4位。ドイツのスベン・ハンナバルト、この次が日本の岡部です。今ドイツで最も怖い選手、注目のハンナバルトの1回目。
それは向かい風、突っ込んでいく、突っ込んでいく、さらばしてきました。さすがにすごいハンナバルト、125m50で断然トップに立ちます。ドイツポイント 125.4。 さあそして岡部、日本の岡部どこまで距離を伸ばせるか。1回目風はちょっとバックの風だ、低い氷脚線でいった、いった、いった、厳しい条件の中で距離を伸ばしていきました。岡部 121m50、 K 点を超えてきました。条件が悪かったと思いましたが逆飛んできましたね。そうですね、もうドイツがですねこの条件で125飛んだということで非常に燃えたと思いますね、はい、さあ1人目のグループが終わりました。1人目のグループが終わったところでドイツトップ、そして日本が2位、3位がスイスという順位です。 K 点を超えてきてそして立ちました。さあ風をつかむと怖いノルウェーの2人目、ラッツェ・オッテセン、ラージヒル10位。さあぐーっと前傾をかけて、かけて、かけて、かなり来ました。 K 点までは届きませんでしたが、しかし伸ばしてきました。 115m50 まで来ました。ポイント200.1でこの時点でトップ。第2グループ残りあと4人、オーストリアのマルティン・ヘルバルト、アルベールビルではラージ、ノーマル、そして団体戦いずれも銀メダルを取りました。マルティン・ヘルバルトスタート。さあかぶせていって、伸ばしてきました。大きなジャンプを見せましたオーストリアのマルティン・ヘルバルト、素晴らしいジャンプでした。122m50、 K 点を超えてきました。この時点トップ、オーストリアも八木さん飛んできますね。そうですね、やはり力があるチームですからね。そしてフィンランドミカライティネン、この人も一発大ジャンプを持っています。この後がドイツのシュミット、もう一人後が日本の斉藤です。頑張って、粘って、粘って、粘ってきますが伸びない。向かい風の中スタートしていきました。ライティネンですが 112m、 この時点でフィンランドは4位。1回目のジャンプの2人目のグループが飛んでいます。ドイツはマルティン・シュミット、まだ20歳、ドイツ期待の若手です。この次が日本の斉藤です。90キロ以下のスピードは出ていないが低い飛行曲線ではダメ、これは伸びてきません。シュミット、シュミットとしては八木さん完全に不本意なジャンプ。そうですね、やはり前でも飛んでますからね、これは本当に不本意ですね。ライバルドイツのシュミットに失敗がありました。さあそして日本の斉藤が飛びます。風の状況は K 点付近非常にいいですよ、はい、あとは40メートル付近がどうかだけですね、はい、向かい風が吹いてきました。いい風になってきた日本の斉藤、さあ粘ってこい、粘ってこい、粘ってこい、粘ってきた。大ジャンプを見せた斉藤、ポイント 247.2。 日本の斉藤ここで見せました。もうアベレージジャンパーという言葉返上。さ
さあこの斉藤のジャンプ、最後もちろん130飛んできましたんで、ランディング、いわゆるテレマーク姿勢はありませんでしたが、今日はこれで良かったと思いますよ。これでランディング、無理なランディング動作をしますとね、新設でやはり詰まるという状況が出ますから、そうですね、最悪の状況、転倒だけは避けられる一番安全なランディングをしましたね、はい。そしてノルウェーのロワル・ヨケルソイです。ノルウェーはステンスルード・オッテセン。さあどうでしょうか。あっと、これも伸ばせない。ノルウェー90メーターラインを超えたところ、3人目ヨケルソイ、距離を伸ばすことができません。ノルウェーチームにも平井さん、今ぐっとですね、そうですね、短い距離出てしまいました、はい。まあ、サバイバル戦といってもいい団体戦、はい、したがって一つの失敗が大きく響いてきます。続いてオーストリア、ホルンギャッハーです。高いジャンプ、高いフライトでぐーっと持ってくるが、しかし最後バタッという感じで落ちてしまった。105メーターライン付近でしょうか。本人はですね、方向的なものが少し自分の考えているところよりも上になってしまった分、スキーのローリング、スキーの角度がですね、少し立った分だけ自分で慌ててしまいましたね。その時点ではオーストリアはトップ、この後フィンランド、ドイツ、そして日本。日本はこの3人目のグループは原田が飛びます。フィンランドのエースアホネン。さあ風はいいが伸ばしてこられません。 100m 付近でしょうか。次々に日本のライバルチームの選手が失速。 101m、 その時点で2位、現在その時点でオーストリアが1位、そして2位フィンランド、3位がノルウェー、この後ドイツ、ゲックレ、そして日本の原田と飛びます。リレハンメル団体の金メダルのメンバー、あの時は1人目で飛んでいきました、ハンスエルグ・イェックレ飛びます。選手が見えづらいほどの雪、そうですね。さあ高いフライトで行きますが、ダメ、伸びてこない、非常に条件は悪いですね。問題はイェックレは96m、 この条件の中で原田が果たしてどんなジャンプができるか。日の丸が揺れる、日の丸が揺れる中、ラージで念願のオリンピックのメダルを取った原田、4年前とは違う原田がここにいます。さあ厳しい条件の中、原田1回目、あーっと原田伸びません。90m のはるか手前にランディングしました。原田1回目距離を伸ばすことができませんでした。 79m50、 日本はこの時点で2位。さあこの踏み切りタイミングなどは、はい、タイミング早かったですね。早かったですか。伸ばすことができませんでした原田。やはりスロベニアチームはですね、2人目の選手の失敗が大きかったですね。そうですね。さあノルウェーのブレンデンです。さあこれも勝てない、高いジャンプだと、 130m 付近まで来ましたブレンデン。風を捉えると怖いノルウェー、 133m、飛型点がさほど高くありませんがトップに出ます。現在風は状況としては八木さん、いいですね。非常にいいですね、はい、それほど強くはないですけれども、ジャンプに適してますね。1回目のジャンプは残りあと4人、オーストリアのアンドレアス・ビルヘルツ、ノーマルの銅メダリスト、これも伸ばしてきました。距離を伸ばしてきましたビルヘルツ、 123m 経点を超えました。そして飛型点も高得点が出ました。
410.7 ポイントでオーストリアトップ。そしてフィンランド、一番怖いのはこの人、ヤニ・ソイニネン。ノーマルで金、ラージで銀を取りました。非常に状況いいですよ。緩やかな向かい風の中、力のジャンプで飛び出していった。しかし K 点の手前でした。ソイニネンとしては今のジャンプどうだったんですか。嬉しいですね。ここに来て唯一の失敗ジャンプって言っていい、ね、いいんじゃないでしょうか。 113m、 フィンランドはエースソイニネンが失敗。この時点で3位です。船木、ラージで世界を制しました。その船木がこのトーマの1人後に飛びます。1回目のジャンプ残りあと2人。ちょっと調子を落としてきているトーマですが、さあ高さがある、高さがあってぐーっと伸ばしてきた。 K 点はるかに超えた。長野に来て初めてガッツポーズ、トーマ。 130m、 ランディングは入りませんでしたので得点、 K 点はあまり出ません。この時点で2位、オーストリアトップ、そしてドイツが2位、3位ノルウェー、そして日本の真のエースとなってこの団体戦堂々の4番で飛ぶ船木。さあどうか、こっから、こっから、こっから K 点近くまで起きた。しかしこの表情、 118m50、 もう一つ距離を伸ばすことができません。日本1回目終わったところで4位、日本は4位、トップオーストリアとのポイント差が12点ほどになりますか。船木1回目のジャンプを終えました。八木さん、船木の今のジャンプ、やはり力が入ったんですね。ちょっといつものジャンプとは別人のようでしたね。トップがオーストリア、2位がドイツ、3位ノルウェー、4位が1回目終わって日本。日本とトップオーストリアとのポイント差は 13.6 ということは距離にして7メーター以上の差ということになります。さあそれでは1回目を終了した日本人選手のインタビュー、声をお聞きいただきましょう。岡部、そして斉藤、原田3選手のインタビューです。雪降ってきて難しい条件だったでしょ。いや、そんなに雪まだ降ってないんで。すぐ出ました。いや、それすぐ手振ったから。どうですか、まずまず。まあまあす、はい、次も頑張ります。すごいじゃん。そうですね、やっぱりでも着地はちょっと決まらなかったですけど、かなり自分でも飛んだ瞬間、飛び出した瞬間手応えあったんじゃないですか。そうですね、調子は悪くないんで、みんなこの公平な条件だといいジャンプできると自分で思ってましたんで。もちろんこれでまず日本トップに出しました。そうですね、まあこれからまだ2本目もありますから頑張ります。どうもありがとうございました。一言、次頑張ります。はい、みんな頑張ってる。この時点ではスイスがトップに立ちました。続いてチェコのヤクブス・ハジェク、92キロのスピードが出た。さあこれも、これも来た。 K 点地点付近まで来ました。92キロのスピードが出て 120m50、 K 点を超えてきました。チェコのスカチェク、この時点で3位。リードが出て選手にとって現在は、八木さん、どうやらコンディションとしては、はい、視界もそれほど悪くないですし、はい、それ、スピードも出てきておりますので、
今の条件が続けばそう問題ないと思いますね。スロベニアのミハリタル、高く出てかぶせてくる、かぶせてきて、これも経点まで来ました。非常に何かこう高く出て 120m ちょうど経点まで来ました。このジャンプはどうですか。踏み切り動作でですね、非常にパンチが効いたというか、非常になんていうんですか、あの速さがあるジャンプに見えましたね。非常に素晴らしいですよね。さあノルウェーのヘリングステンスルード、1回目終わった時点で日本のすぐ上3位につけているノルウェーステンスルード。さあ上体をぐーっとかましてきた、伸ばしてくる、伸ばしてきた、 125m を超えていったステンスルード。風も良かった、その風を掴みました。 130m の大ジャンプを見せました。うーん、ノルウェーこの時点でトップ 532.9。そして1回目終わってトップにつけましたオーストリアのシュワルツェンベルガー。ここからどうか、ここから、ここから K 点までは届かなかったか、シュワルツェンベルガー。しかしまとめてきました 118m50。 オーストリアも手堅い、八木さん、ジャンプですね、はい、失敗と言いますかね、1本目の結果から見ますとね、非常に失敗を最低限度に抑えたという経験付近まで来ましたから、上出来だと思いますね。オーストリアはこの時点でノルウェーに次いで2位に下がります。そしてフィンランド、ドイツ、日本の岡部という順番で滑っていきます。まずフィンランドのニッコラ、これも高いジャンプだ、伸ばしてきました、K 点まで来ました。ここ一番では非常に力を出してきます、122m。 さあそしてポイントが右下に出ます。フィンランドの飛型審判がまだ点を出していません。ニッコラ2回目は 122m と K 点超え。今ポイントが出てフィンランドは現在3位。さあハンナバルト、ドイツ、怖いハンナバルトが高いジャンプを見せてくる、来ました、 125m ラインを大きく越えてきました。ドイツのハンナバルト強い、 128m、 2本とも揃えてきた、経点も高い、トップに出ます。ポイント534。そして日本の岡部トップに出るには 130m 以上欲しい。岡部スタート、さあ低い飛行曲線でいった、伸ばしてくる、伸ばしてきた、大ジャンプだ、岡部大ジャンプだ、 135m 付近まで行きました。さあ 135m をあるいは超えたのか、ビデオ計測は 135m まで。これは135を超えましたね、はい、しばらくお待ちくださいと今場内アナウンス。 137m 日本トップ、日本トップに立った、これで1本目の差がなくなりましたね、はい。2回目、1人目終わったところで日本トップ、岡部がやりました。そのジャンプ、この上半身の使い方、スキーの角度、非常に素晴らしいですよ、はい、これまでで最高の 137m、 最長の 137m、 岡部トップに立ちました。したがってこう間隔を空けずにできるだけ飛んでいきたいところですが、今シグナルが青に変わりました。もうコーチは青に変わってすぐに手を振ります、はい、チェコのイエシです。風
風はかなり強い向かい風、距離は出ません。やはりこういう風にですね、風の向かい風が強くなればなるほどスキーの角度というのを、立ててしまうと前に進んでいかなくなりますね。距離が出なくなりますね。スロベニアのペタ・ジョンタ、2回目のジャンプを今2人目のグループが飛んでいるところです。各グループ13人ずつ。これはかなり伸ばしてきました。 110m ラインを超えてきたか。1本目の失敗が悔やまれますね、はい、65m ですからね。あ、そうですね。2回目は 114m、 現在9位です。2回目のジャンプ、2人目のグループが飛んでいます。第2グループ、ノルウェーのラッセ・オッテセン、1回目 115m50 を飛びました。さあノルウェーのオッテセンがどのくらい飛んでくるのか。高さはありますが、しかし伸ばしてこない、伸びません。 K 点まで来ませんでした。オッテセン 113m、 この時点では1位です。この時点では1位。まあ、日本としては K 点まで来ればこのノルウェーは十分に上回れる得点です。そしてオーストリアのヘルバルト、さあかぶせてくる、かぶせてくる、しかし K 点超えてきた。オーストリア来ました。ヘルバルト K 点越え、 123m、 2本とも K 点を揃えました。ヘルバルトポイントも K 点も比較的高い得点でこの時点トップ。第2グループチーム11、ミカ・ライティネン、フィンランド。フィンランドはライティネン、1回目終わったところでは5位でした。フィンランド前傾をかけてくるが、これも伸びませません。全く伸びてこない。ライティネン、今年はやはりミカ・ライティネン選手、もう一つ自分の調子といいますか、あの切れ味鋭い踏み切りという動作が1年間通して見られないですね。ドイツと日本を残したところで、この第2グループ現在オーストリアがトップ、2位がノルウェー、3位がフィンランドです。シュミット1回目は 98m と不本意でしたが、2回目さあどうでしょう。風はいい風が吹いている。 K 点越えてきました。向かい風に乗って風を使いました。126m50、 2回目は1回目の失敗取り戻した。トップに立ちます。さあそして日本の斉藤です。1回目 130m を飛びました斉藤。K 点を超えれば、あるいはトップに出てくる斉藤。さすがに安定感 124m、 非常に上がったです今は、はい、今横風でしたからね。日本トップに立ちました。2回目のジャンプ、今3人目のグループが飛んでいます。じわじわっと大詰めが近づいてきています。準ジャンプ最後の種目、団体戦 K120、 ミハル・ドレジャル、チェコ。これは大きく伸ばしてきました。125を超えてきた。
この選手ラージヒルの個人戦でも2本目非常に素晴らしいジャンプしましたよね。そういえば8位に入りましたよね。126m50 2回目飛んでポイント 636.00 でチェコは現在4位。第3グループチーム8ブラジブルゴミックスロベニア3人目のグループが次々といきます。1グループ13人、このグループの一番最後が原田。スロベニアはブルホブニクは 90m ライン前後。そしてノルウェーのヨケルソイです。ノルウェーはメダルの希望をまだ残しています。前傾をかけてきました。来ました。閉店まで来ました。ヨケルソイ、これでノルウェーは望みを第4シードまで持ってきましたね、はい。120m ちょうど経点まで来ました。テレマークも入りまして高い飛型点が出ました。この時点でトップに立ちます。3人目のグループは残りあと4人になりました。オーストリアのステファン・ホルンガッハー、ノーマルで10位。さあどうすか、どうでしょうか。ホルンガッハーは伸びない、伸びない。ホルンガッハーは距離を伸ばすことができませんでした。八木さん、このジャンプは今ですね、K 点付近110メートル付近ですか、横風だったんですよね。ちょっとかわいそうでしたね。横風を受けてしまいました。オーストリアはノルウェーに次いで2位。そしてフィンランドのアホネン、そしてその後にイェックレ、ドイツ。第3グループ最後は日本の原田雅彦です。これはいいジャンプで 130m ライン付近まで来ました。アホネン、アホネンにはこの一発大ジャンプがあるんですね。そうですよね、この魅力は素晴らしいですよね。去年の世界選手権トロンハイムで行われましたが、4人目で飛んで、あの時は4人とも2回目 K 点を超えてきたフィンランド、はい。さあドイツ、イェックルです。日本との差は 5.2 ポイント、3メーターの差。ゲックレ、バックが触れていってバランスを取りながら、あった、120メーターを超えた。高いジャンプでした、ゲックレ。そして次が原田、123メーター50、トップ。さあこのゲックレを、ゲックレを抜くことができるか、トップに立てるか。原田、風は向かい風です。K 点付近も大丈夫ですよ。いい風が吹いている。普通に飛び上げますよ。 K 点以上飛べばトップに出てくる。今度は高いか、大丈夫だ。高い、高くて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 いった。よっしゃ、大ジャンプだ。原田、すごいジャンプを見せました。原田、ここ一番で大ジャンプ見せました。原田、また距離が出ない、もうビデオでは測れない、別の世界に飛んでいった原田。しばらくお待ちください、しばらくお待ちくださいというアナウンスがありました。昨日、昨日ですか、はい、コーティング戦で作ったですね、シャンチェレコード岡部君が今日休んで、乗り換えて137ですか、137m、トップをキープ。そのジャンプ、またジャンプ台記録を自ら塗り替える大ジャンプ原田。
日本トップです。抱き合った原田岡部、もう涙、原田の目に涙。チェコはサカラ、距離も伸びません。 89.3 キロという今スピード、若干スピードが出なくなってきましたか。そうですね、でも88キロまでいかなければそれほど大きな影響はないと思いますね。そうですか、はい。船木、果たして胸の内どうでしょう。飛ぶのはスロベニアのプリモジュペテルカ、1回目は125メーター飛びました。18歳のチャンピオンです。大きく開いた、前傾をかけてくる、105メーターライン付近で落ちてしまいました。ペテルカとしては失敗。さあ、そしてこの後メダルに手をかけている国が続々と出てきます。もう最後4人目のジャンプの2回目になっています。クリスチャン・ブレンデン、ノルウェー、もうシグナルは青に変わりました。91キロ台のスピード、ブレンデンが伸ばしてきました。しかし1回目のジャンプほどの距離ではありませんが、しかし K 点は超えてきました。121メーター、この時点ではトップ。残りあと4人になりました。残りあと4人、オーストリアのビドヘルツ、力強いジャンプで出ていってぐーっと伸ばしてきた。これも130メーターを超えていったオーストリア。さあ、これで順位がどうなってくるか、ポイントが出ます。しばらくお待ちください。135メートルをやはり超えていきました。したがって、あっとここで今出ました、トップ、この時点トップ 881.5、 136メーター50、オーストリアがトップに立ちました。ノルウェーをもう上回った。そしてフィンランド、ソイニネンです。120メーター大きく超えて130メーター、ソイニネンも大ジャンプ。ただやはりこれではオーストリアに届かないんじゃないですか。これでオーストリアのメダルは確定したんじゃないですかね。131メーター、2回目131メーターで3位、この時点でオーストリアのメダルは決まりました。残りあと2人、さあ残りあと2人になった。日本とドイツの金メダル争いはどうか。ピーター・トーマの2回目、 K 点付近は非常に強い向かい風です。ちょっと低いか、どうか、どうか、しかしその後 K 点は超えてきました。しかもランディングを入れてきたか、120メーター50飛んできた。120メーターを超えてこの時点でトップ。さあ、しかし日本はドイツに対して13メーターほどの貯金があるんですね。
ですから、ね、110m ちょっと215まで来ればさあ来い。さあどうだ、船木全てこの人にかかってきた。よし投げた、きれいでした、伸ばしてくる、伸ばしていきました、大きく伸ばしてきました。船木金メダル、金メダルジャンプだ。船木125m 金メダルを獲得しました日本。団体戦初制覇、史上最強のメンバーを揃えた日本が長野で大きく大輪の花。ラージの金に続いて団体戦も制覇しました日本、金メダル。斉藤が、そして岡部が、原田が、一旦が厳しい状況に追い込まれた日本でしたが、見事に逆転して金メダルを獲得しました。原田はリレハンメルの悔しさを晴らした。そして船木はラージに続いて2冠。あの4年前の失敗を見事に取り返してアマリアル大ジャンプでした2回目の原田。見事な金メダル。そして最後に飛んだ船木も立派でした。よくここまで逆転しましたね。あのプレッシャーが勝った場面で、はいはい、そうでしたね。1回目終わったところでリードを奪われて、あの1回目ですね、3人目4人目原田船木と不本意なジャンプでしたが、見事にそれを逆転跳ねのけました。日本金メダル、ドイツ銀メダル、銅メダルはオーストリアという結果になりました。八木さん、はい、この団体戦の金メダル、もう言うことはないと思いますが、見事なチームワークですよね、はい、1本目終わって4位と、ラージも1本目終わって奥内君が4位から1位に上がりましたから、ね、4と1という数字は日本にはとっては今回は一番いい数字だったのかも分かりませんね。さあオーストリアの銅メダルのそのジャンプをご覧いただきましょう。これはビドヘルツ、最後に飛んだビルヘルツェルが大きく距離を伸ばして 136m50 まで行って、そして銀メダルのドイツの最後飛んだトーマ 120m50 で行ったんですが、そしてランディングも入れてきたんですよね、はい、そうですね。そして最後飛んだ船木、さあこのプレッシャーの中ではもう見事というしかないですね。最もプレッシャーがかかるところに強い船木を置いたと言っていた小野ヘッドコーチ、綺麗な飛型です。そして 125m を飛んできました、まあ、直接チームでコーチをしている八木コーチと2人で完成させたこの見事なまでの美しいフォーム。そして岡部、この岡部の 137m、 これが八木さん、日本もですね生き返らせた、大きかったんじゃないですか。そうですね、やはり追い込まれた状況でですね、1本目終わった状況で4位と、そこからやっぱり岡部君が飛んだ時点でトップに来たというのは、もうみんなの気持ちがですね生き返ったと、日本チーム俺たちはいけるぞという気持ちになったでしょうね、はい、声援に応える船木、まあ、本当にこの長野オリンピックは船木が若きエースというですね言われ方をよくされるんですが、はい、その若きをもう取り除いて、はい、真のエースと言ってもいいですね。そうですね、ポジションも得ました、まあ、やはりあの原田、岡部、斉藤という、チーム内の争いの中からやっぱり船木も大きくなってきましたし、やはり
他の3人のメンバーもチーム内で切磋琢磨した結果がここまで大きくなったということですね。はい、そして、まあ、チームリーダーの原田を中心によくまとまりました。そうですね、これやっぱりもうこの日本チームを支えているのはもう原田君なんですよね。原田雅彦のもう本当に努力と言いますか、この男のチームに与える影響というのは本当に大きいですね。一旦はかなりの苦しい状況に追い込まれました日本ですが、見事な劇的な逆転勝ち。コーチと抱き合います。そしてお客さんのファンを本当に大切にする選手です。原田、斉藤、原田、船木、岡部、栄光の史上最強のチームが表彰台上がりました。こんなに強い日本チームはかつてありませんでした。そして銀メダルがドイツ。ドイツも試合前にはちょっと苦しいかという見方もありましたが、しかしよく頑張りましたね。力ありますよね、ドイツチームというのは、はい、いいチームワークですね、ここも。そして銅メダルがオーストリア、シュバルテンベルガー、ヘルバルト・ホルンガッハーとビドヘルツ。ビドヘルツルの大ジャンプも印象に残りました。日本はこれでジャンプ3種目すべてでメダル。船木が2冠、原田メダル2つ。何より前回の雪辱、ああ嬉しい。原田、フラワーセレモニーです。まず金メダルの日本チーム、斉藤、イブシギン、この人なくして金メダルありませんでした。岡部、今シーズンの不振から見事な復活。船木、2つの金メダル。名実ともに日本のエース。そして原田、こんなに記憶に残るジャンパー、こんなにみんなから愛されたジャンパーが何人いたでしょうか。厳しい条件を克服して世界最高、史上最強チームが力通り金メダルを取りました。オリンピックで勝つことの難しさ、その難しさを知り抜いた、苦しみも味わってきた4人のジャンパーたち。この26年ぶりに日本で開かれる長野オリンピックで見事に花を咲かせました。そして銀メダルのドイツ、オーストリアの銅メダルも本当に最後まで日本苦しめました。インタビューです。交代お二人もまずじゃあ岡部さん、オリンピックをね、実はちょっとこうなんていうんですか、行くまで苦しい時期が本当あったと思う。いえそんな、はい、いやまあワールドカップダメでしたけど、とりあえずまあオリンピックには合わせていこうということで調整してたんで、まあまあうまくいったんじゃないかなと思います。最高の結果ですね。でもね、そうですね、まあやっぱりこのメダルはやっぱりみんなはもう調子結構いいかったんで、僕が飛ぶか飛ばないかやっぱり良かったです。普通に飛べて見事な一番バッター。そうですね、一番、まあ一番先に、まあ、終わってみてまあそこそこ飛んだんで、後の人にはまあプレッシャーにはならなかったんじゃないかなとは思いますけど。
おめでとうございます。ありがとうございます。菅さん、ちょっとフラ君まだ来てなかったいいですか、先に貸していただいて。ドーピングあるんで入ってしまいます。おめでとうございます。ありがとうございます。個人戦ではちょっと悔しい部分もあったかもしれないけど全部吹っ飛ばしたんじゃない。そうですね、まあ今日は今日ですごい良かったですけど、まあ個人戦の悔しさはまだ忘れないで次のオリンピックまで待ちます。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。最後に最後に飛ぶってのはどうだったですか。いやもう前回のオリンピックの原田さんの気持ちがすごい分かりました。もうもうすごい重圧を体全体で浴びて、もう本当にでも結果も金ということでもう最高です。電光板を見た瞬間、いやもう鳥肌立ちましたね最高に近いオリンピックじゃないですか。そうですね、はい、最高のオリンピックです。おめでとうございます。ありがとうございます。原田さんまだ言葉になってない一言。やったね泣くなもう大丈夫ですねおめでとうございました。どうも。ニュースももちろんオリンピックです。長野オリンピックのジャンプ団体、これまで中継録画でもご紹介しましたように日本は1回目の4位から逆転して待望の金メダルを獲得しました。今日の白馬村は激しい雪と風で競技開始が30分遅れました。日本の岡部、どこまで距離を伸ばせるか。1回目風はちょっとバックの風だ。低い氷曲線で行った121m50、 K 点を超えてきました。日本の斉藤が飛びます。風の状況は K 点付近非常にいいですよ。さあ粘ってこい粘ってきた。大きく K 点がさらにさらに超えてきて 130m の大ジャンプを見せました。斉藤生まれが入れる中、ラージで念願のオリンピックのメダルを取った原田。さあ厳しい条件の中、原田1回目あっと原田伸びません。 79m50。 日本はこの時点で2位。日本の真のエースとなってこの団体戦
堂々の4番で取る船木。さあどうか、こっから、こっから、こっから118m50。トップがオーストリア、2位がドイツ、3位ノルウェー、4位が1回目終わって日本。日本の岡部、トップに出るには130m以上欲しい。さあ低いぞ、飛行曲線でいった、伸ばしてくれ、伸ばしてきた、大ジャンプだ岡部、大ジャンプだ。 137m、 日本トップに立った。さあそして日本の斉藤です。1回目 130m を切りました。斉藤、124m、 トップに立てるか原田。いい風が吹いている。飛び上げますよ。 K 点以上飛べばトップに出てくる。今度は高いか、大丈夫だ、高い、高くて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 いった、よっしゃ、大ジャンプだ原田。すごいジャンプを見せました原田。 137m。すべてこの人にかかってきた。よし、消えた、消えてきた、伸ばしてくる、伸ばしてきた、金メダルを獲得しました日本。いやもう前回のオリンピックの原田さんの気持ちがすごい分かりましたもうもうすごい重圧を体全体で浴びて、もう本当にでも結果も金ということでもう最高です。4人力合わせてさ金メダル取ったの。4人助けをさ渡し合ったんだよな。みんな最高だ。この大会日本は4個目の金メダルを獲得し、これで日本は夏と冬のオリンピック合わせて金メダルがちょうど100個になりました。感動のシーンをお伝えしました。勇気を与えられた金メダルになったと思います。In fact, it had been more than four years ago since people began to have hopes that the Japanese jumping team would gain the gold medal, and it was much more than four years. The team gold medal that we have obtained today will be a mark of confidence for the future of my career, and this will encourage not only myself but all of the jumpers endeavoring in Japan. So, I think the answer now should Mr. Funaki answer. You were asking to all four. まあその初めてのオリンピックっていうことでメダルを3つも取れたっていうことはすごい楽しいし嬉しかったです。またオリンピック経験したいです。 It was a great excitement and pleasure for me to be able to gain three medals in my debuting Olympic Games, and I'm looking forward to the next round. Now Mr. Saitoこの地元の日本のオリンピックでこの金メダルを取れたというのはとてもこれからの人生において、まあ、勇気が湧いてくるというか自分のやったことに対してすごい、まあ後から振り返っても感動が来るんじゃないかなと思ってますし、で、まあ、今日飛んだのはこの4人ですけども、まあ、日本チーム全体で取った金メダルなのでとても嬉しいです。Being able to have gained the gold medal in my home country will be the source of courage and confidence going forward. In fact, this medal goes to not only the four athletes who jumped today, but to all of the members of the Japanese team. Answer from Mr. Okabe.
僕はまあ今シーズン初めからちょっとワールドカップでもあんまり調子良くなかったんで、うん、まあ今ここにいるのが不思議なぐらいなんですけども、まあ今考えてみればとりあえず諦めずに一生懸命やってよかったなと。でこれからも、まあ、何事にも諦めずとりあえず頑張ってみようかなっていう気になってます。今日は本当に嬉しいです。 I was not at my best early this season and during the World Cup. Therefore it comes to me as a surprise that I am on this podium today. I'm very glad that I did not give up. I'm very glad that I tried my best and I will go on without giving up, continuing to do my best. And I'm extremely excited of this gold medal.Next question to the Japanese team here in front. 船木さんに伺いたいんですが、リレハンメルの時にはあの原田さんが務めたラストジャンパーの重責なんですが、今日どのように感じましたか？ This question is to Mr. Funaki. You served as the final jumper, the role which was served by Mr. Harada during the Lillehammer Games. What were your feelings? 一本目はまあ、それほどその重圧感みたいなのは感じなかったんですけども、2本目はさすがになんかそのこういう気持ちで前回のオリンピック最終あの最後飛んだんだなっていうなんかすごい目には見えないその重圧感みたいなのが鳥肌ではない違うなんか。重圧感みたいなのがすごいなと。I didn't feel all that much pressure during my first jump, but right before my second jump, I truly sympathized with Mr. Harada. I was overwhelmed and overburdened with pressure. It is very hard to explain in words. The pressure was not tangible, but at any rate, I was very much overburdened.Next question to the left at the third row. It's a question to Mr. Harada. Did the weather affect yourself in the first jump? Was it the snow, the wind, who made this bad result the first jump, or your mind? Which is the part of weather by way and your mind by another way?あの、うん、は激しく降り続いた雪によってですね、ほとんど前方が見えない状況、それから雪によって、助走の時のスピードが出ない状況になりましたから非常にピンチだと思いました。なんとか少しでも距離を伸ばそうというふうに考えてただけですけど。With the continuing heavy snow, the visibility was very bad and the speed of the run was slowing down. I felt the tremendous difficulty and all I had in mind was to jump as far as possible. So next question to the left, the man in the red jacket. 皆さん、日本チームの皆さんおめでとうございます。原田選手に伺います。オリンピックに来る前は奥様を静かな環境に置きたいと言っておりましたが、長野オリンピックに入って奥様をこちらに呼びました。やっぱり長野オリンピックっていうのは想像以上の重圧だったんでしょうか。 Congratulations to the Japanese team. I have a question to Mr. Harada. Prior to the Olympic Games, you said you wanted to keep your wife in a serene environment. However, after the beginning of the opening of the gamesYou called your wife to come to Nagano. Does that mean that Nagano games were a lot of pressure for you? あの、長野オリンピックに対してのね、皆さんの評価がよく新聞等に載ってるじゃないですか。あまり盛り上がらないかなと私も思ってましたけど、
開会式が始まってからですね、もう日本中絶叫しまくってますもんね。もうこんなことをやっぱり、ないと思ったからすぐ家族をねこっちに呼んで。I was reading the articles written by the journalists here with regards to the Nagano Olympic Games prior to the opening of the Games and was rather concerned that there will not be enough excitement. However, after the opening ceremony, one was able to hear shouts and calls of excitement all around Japan. Considering that this would be a once-in-a-lifetime event, I decided to call my family here. Next question.To the left, the man with the blue hat. 岡部選手と斉藤選手に伺いたいんですが、1回目が終わってですね、4位ですかというところだったわけですけども、そこを2人のジャンプで一気にこう巻き返したというところだったと思うんですが、2本目のジャンプに臨むときの気持ち、どういう気持ちだったかということと、実際どういうジャンプができたかというところをお聞かせください。The question is addressed to Mr. Okabe and Mr. Saito. After the first jump, the Japanese team was ranked at the fourth place. Therefore, two of you had to make a great leap forward in order to recover the losses. How did you feel prior to taking off for the second jump, and how do you evaluate your second jumps? 1本目のジャンプはもう自分でもね、かなりいい風をもらって完璧に近いジャンプができたんでね、130メーターまでは飛べたと思います。で、まあ、2本目に関しても今自分のできるジャンプっていうものを皆さんに見てもらおうと思いまして、無心で飛びました。I was very much satisfied with my first jump. I was able to take advantage of the good wind and jumped 130 meters. And for the second jump, I tried my best wanting to show to the spectators and all of those watching me jump what abilities I have. Next question.いいですか。いや、今日はまあ天気も悪くて、1本目から上に登ったり下に下がったりって何度もしてたんですけども、まあ、それでも気持ちは切れないようにと思って、まあ、1本目はなんとか切れずにこうできたんですけども、2本目はやっぱりやる気にさせてくれる人が1人いましたから。もうそれで僕はもう気合い入って、まあ力以上のものを出せたんではないかと。ありがとうございます、原田さん。The weather was bad, and during the first jump, we had to climb up the stairs and descend the stairs, and I was trying very hard not to lose my concentration, which why I was able to do for my first jump. And for the second jump, there was one person who made me feel that I really had to do my best, and for that, I thank Mr. Harada for his first jump. Okay, next question. The lady in front there. あ、金メダル、銀メダル、銅メダルの皆さん、おめでとうございます。我々見ている方は朝から一方的に日本の皆さんの金メダルを期待し信じていたわけですが、4人の選手に伺いたいんですが、皆さんがその金メダルの手応えというか実際に感じたのは朝から信じてらしたのか、1本目が終わった時点なのか、あるいは最後の船木さんが飛んだ時点なのか、原田さんなのか、どのあたりで金メダルが自分の方にぐっと寄せられてきたのを感じたのか、その瞬間のことを教えてください。Congratulations to all of the medalists. We, the Japanese spectators, had expected and had belief in the Japanese team that they would be able to win the gold medal since early this morning.
I would like to ask the Japanese team, since when did you become sure that you would be able to gain the gold medal? Was it from this morning? Was it after the first jump? Was it when Mr. Funaki jumped? Was it after the second jump, completion of all of the jumps? When was it that you became sure? いやもう終わるまで実感は湧かなかったですね。というのはやはりドイツチーム、オーストリアチーム、フィンランド、チェコあたり、ノルウェー非常に距離伸ばしたからこれ最後まで分からないかったですね本当に、はい。We were not sure until the very end of the competition because the German team, the Austrian team, Finnish team, Czech team and the Norwegian team were all gaining in distance. So we were not sure until the very end of the competition. So last question to the Japanese team, then we change to Germany. The right back there. Go, it's the microphone. Hold your...Hand, raise your hand again. Microphone, please. Ah, すみません。原田さん、斉藤さん、岡部さんに伺います。船木選手が最後のジャンプ台に立った時、下で、見ていて、どんなことを感じていましたでしょうか。どんなことを思っていたのか教えてください。This question is addressed to Mr. Harada and Mr. Saito. What were your feelings when you were watching Mr. Funaki going for his final jump? もう自分の思った通り。世界一のフライトで、世界一の飛型を見せてくれというふうに思ってました。I was just hoping that he would do his best with the number one flight in the world and number one style in the world. So now question to the German team to Sven Hanawa. Sorry. No, we have to.We have to keep the time. We have 16 minutes for every team. Maybe at the end we start again with Japanese team. Now it's the German team. So they shall answer. Okay. もう船木選手に関してはですね、ラージヒルの金メダリストなんで必ず130近くまでは来るんじゃないかと、もう安心して見てました。Mr. Funaki being the gold medalist of 120K individual, I was very confident that he would close to 130m. 私も、まあ、そこ、船木選手の近くの人は、まあ、かなり距離伸ばしてたんで。まあ、いい風も吹いてると思いましたんで、船木はもっと飛んでくると全然心配はしてませんでした。Same here. The athletes immediately jumping prior to Mr. Funaki were all doing very well. They gained long distances and therefore I was very confident that he would do even better. Okay, now question to Sven Hanal of the German team. You have not been so good in the...4年前とは違う原田がここにいます。あーっと原田伸びません。原田1回目79m50、日本の真のエースとなってこの団体戦堂々の4番で飛ぶ船木。118m50。
時15分セカンドラウンド開始予定といたします。悪天候のため岡部スタート。さあ低いぞ、飛行曲線でいった、伸ばしてくる、伸ばしてきた、大ジャンプだ岡部、大ジャンプだ。137m、 日本トップ、日本トップに立った。 K 点を超えれば、あるいはトップに出てくる斉藤。さあどうか、ここから、ここから、ここから K 点超えてきた。 K 点を大きく超えてきました斉藤。風は向かい風、 K 点付近も大丈夫ですよ。いい風が吹いている。 K 点飛び上げますよ。 K 点以上飛べばトップに出てくる。大丈夫だ、高い、高くて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 いった、よっしゃ、大ジャンプだ原田。すごいジャンプを見せました原田。ここ一番で大ジャンプ見せました原田。日本はドイツに対して13メーターほどの貯金があるんですね。ですから、ね、110メートルちょっと、115まで来れば、さあ来い、全てこの人にかかってきた。よし、きれいな足切りできた、伸ばしてくる、伸ばしてきました、大きく伸ばしてきました。船木金メダル、金メダルジャンプだ船木。125m 125m 金メダルを獲得しました日本、団体戦初制覇。今ご覧いただいたように1回目のジャンプでは実は4位だったんですね。でそのままですね、雪が降って、その後ができないということになるとそのまま確定だったんです、ね、これは天候もお幸いいたしまして2回目に逆転で金メダルを獲得しておりますけれども、さあその喜びの声を聞いていただきましょう。やったー、やったー。今どんなお気持ちですか。嬉しい。原田さんのお気持ちってでもお分かりになるんじゃないですか斉藤さん。僕たちも嬉しいですけど、それ以上にねやっぱりかける思いっていうのがあったんで。岡部さんも2回目大きなジャンプ。そうですね、まあ条件いかったから運良かったです今日は。全然違う、なんかもう雰囲気の中でもう終わってみてすごい、もうなんていうかもうこの体に伝わるもの分かりますか。もう嬉しくて嬉しくて、もう4人力合わせてさ金メダル取ったの。4人助けをさ渡し合ったんだよな、みんな最高だ。まあ、皆さんもらい泣きしてらっしゃるけども、やはりね原田選手としては4年前のね屈辱をもう一気に晴らしたという感じなんですけども、本当にドラマになる男だよね。そうですね最高。まあ、最後は船木選手が飛んだこともあって、船木さんどうですか。いやまあ任せてください。まあ、船木選手はですね、私はなんとなくね若い頃ね、船木和夫さんのねあの姿を、非常によく似てますね。で、実はですね、今日の金メダルこれは4つなんですけれども、団体ですから1個として数えるんですけれどもね、これは夏と冬のオリンピックを合わせましてちょうど100個目の金メダルということになります。本当におめでとうございました。ありがとうございました。